こっから何を持ってくる、ドロップキック、貼り付けだ、尾崎貼り付け、これあの髪引っかかって、あ女性だからね、これが取れない、これが取れない、帰って危険だ、帰って危険だ、本当に今が勝機なのに引っかかって、はいね、なんでもう無理やり引きちぎりました。あなるほど、さあ裏投げ、数々のタイトルを取った裏投げだ、強打を抑えているカウントバツ、観測はありましたか、あの裏投げは。あったんですけど、そうですね、まあ、すぐに裏投げ持ってきたかったんですけど、まあ、ちょっと引っかかっちゃったからね。作戦は何かあったの。作戦ですか、作戦はありません、ありません、もうその場の雰囲気で、もう本当に、もう本当に気持ちだけですね、気持ちだけね、勝っている気持ちだけが作戦です。なるほど、その気持ちが乗っておりますが、気持ちを乗せているという意味ではこの尾崎も気持ちが乗っている、チェーン攻撃です。ちょっとファンも立ち退いているかもしれない。さあホールド体勢どうだ、カウントバツ、女子プロレスでここまでやるのかと、そんな表情のファン、ファンの声援が聞こえているか、栗原恵美、ファンの声援は聞こえるもんですか、こういう時は。いや、ものすごく聞こえるし、それが一番本当に、うん、もう自分のパワーというか。あ、なるほどね、はい、しかしちょっと見てくださいよ、こんな状態がね、作られていたの。さあ、ここでダイナマイト関西入ってきた、関西が逆に使った、すごい、ね、心強いね、心強すぎます。上げた、さあ2回からだ、行くか、ゴール、さあ大ハード状態、ダイナマイト関西が上げた、円高く差し上げる、さあこの有刺鉄線のボードの上、ジェットコースター、すごい、すごいね、これは見てなかったの、場外十分あの西尾の道で落とされちゃってて、場内ではね、場外がこんな状態だったんですね。そうだ、初めて見ました。はい、今栗原ご覧のような左サイド置いてるんですよ、この時とにかく上がって、はい、乗ってホール乗れって言われて、上げられ、はい、上げられて、こういう状況だったんですね、状況だったってことは分からず倒れてる尾崎に乗ったんですけど、はい、乗った、ホールの体勢に入った、どうだ、カウントは2カウント、さあここはチャンスですよ、というところでこうやって来るんですよね。あらゆる反則は OK です、ガンリーも当然認められている、レフリーが危険と判断する以外は試合が続行されるわけであります。さあこの過酷なルールだ、逆に今度はちょっと危ない、危ない危ない、そしてこれをどうするんだ、この有刺鉄線のボードを振り払いの上に、でこれはどうだ、なんという精細さ、こんなことをやっていいのか、女子プロレスです、うわーやっている、大変なことになりました、関西が、あー大変だ、栗原生きてるか、これ大丈夫、大丈夫じゃないよ、カウントは2カウント、これは本当アドレナリンを持ってしてもものすごい鋭い痛みで、そうですよね、ちょっと目を覆いたくなるようなそんな瞬間でありました。歩みコールが起きている、戦いの聖地後楽園ホール、プロレスの殿堂後楽園ホールであります。ちょっと厳しいね、そうですね、でも本人は諦めてないですね、はい、諦めた瞬間に試合は終わってしまいます。こんな状況になってもまだ栗原の目は死んでいない。覚えてますこの瞬間は。いや、なんかこうやって改めて見直すとこういう場面あったなって思うんですけど、やっぱりもう本当無我夢中というか感じなんで、試合の時は、はい、あ、そしてこちらはね、コーナーで、ね、何してるんですかね、なんか外してんですね、金具をですね、むき出しにしているんですね。その間にこちら栗原ちょっと厳しい状況、ロープを外してるんですかね、そして噛みついている、ちょっと呆然としている加藤園子、そして豊田真奈美、リング上ちょっと見やりました。この時に場外、はい、場外こんな時にこんなロープ外されたんですね、本当ですよね、状況がまた一変してしまいました。栗原ちょっとふらついている、リングの中戻された、これこうなってくるとちょっとロープが使えないでしょ、そうですよね、本当に、はい、そしてこのロープを
首に巻きつけています。何でもします。さあ大変なことになりました。これもう全てのもの、目にしたものは全て狂気としてしまう。これが尾崎真由美であります。ちょっと栗原応戦一方となってしまった。苦しい状況が続いている。ああ、そしてスパナを持ってくる。ああ椅子だ。ちょっとね栗原さん、はい、大丈夫なのっていう聞き方も疑問だったけどさ、いやなんかこうどうこれ、この瞬間は。いや試合してる時はなんかとにかく必死だったんで、何をどうされてるっていうのは分かんなかったんだ、あれなんですけど、こう改めて見るとひどいですね。ひどいですよね。いやいや、これ当然ながら通常のルールはありませんけれども、これだけの生産さ、女子プロレス、そしてオズのリングで今行われている。まあ相手の土俵とはいえども、このザ・ドレスアップワイルドファイト、大変な試合となってまいりました。リングの中に上がれません。セコンド陣、栗原のセコンド陣、さあ打ち合いになっている。さあ右のエルボー、渾身のエルボー、さあやり返せと加藤の声援。右、強烈な右に放たれた。お返し、しかし向かっていきますもんね栗原さんね、すごい表情。そうですね、もう憎くて憎くて仕方がない、必死すぎて声が出てないです。おー、なるほど。まあ人間は極限に行くとね、こうなってしまうんじゃないかな。うん、それを今体現中であります。この栗原歩美引っ張り込んだ、これをかわした。あー、なんとどこ切れた、視界が阻まれてしまう。上げた、サンダーファイヤーだ。これでフォアルの体勢どうだ、返せるのか、危ない。まさかあそこで毒切りね。いや本当に悲惨な状態になってます。前見えてます、この時見えてない、見えてないね。さて困った困った、この状況でどうしたらいいんだ。加藤は入ってくるも、やはり数が違う。再び有刺鉄線ボードだ、上げる。あー、加藤さんも、加藤にも、加藤さんもやられたんですね。さあそして栗原の上に、いや横だ、有刺鉄線ボードがまた用意された。ここでどうするんでしょうか、何を持っていくのか、もう一発いくんでしょうか。先ほどサンダーファイヤーで落とされた、もうボロボロでしょこれ。そうですね、ただ痛いなんて言ってられないのかもしれない。かわしたぞ、うわ顔面真っ赤、ボディー、そう毒牛で顔はもう真っ赤。かわした裏投げ、得意な裏投げだ。でもちょっと飛距離が、あーそうですか、上に入れなかったですけど、ね、なるほど。さあそして気を取り直してもう一発いくんでしょうか。タイトルを取ったあの裏投げがある、裏投げ。これもまたちょっともう少し、あーなるほどね、あれの上に、なるほど、まああれだけのダメージだから少しね、そうなんですよ、距離が生じたのかもしれないね。そうですね、距離感がこんな初めてだったんで、こんなの、なるほどね、距離感がちょっと狂っています。現在のこの栗原歩美、もう少し上に上げたかったわけ、あのもう本当にあのボードの真上に裏投げで落とし下かったんですけど、ちょっとこう下半身ぐらいだったんで、あーなるほど、ちょっと狂いが生じました。これもかわした、正面、おーっとヘッドバット、ここは冷静沈着でやりました。そして急所蹴り、おーっとなんだ、起きてやまれた、どこ蹴りでどうなった、勝ちました。あれ何、あの蹴りでどこ蹴りで、どこ蹴り、今までやられてきたんで、さんちゃん最後にやってやろうっていう、うわ初めて、どこ初めてやりました。まさかどこ蹴りを吹くともね、口えらいことになってます。あれ何色なの、あれ青です、ね、青、そしてここで、あー人生初めて吹いた、人生初めて吹きました、あーな
なるほど、これにはちょっと不意をつかれましたね、指し物のこの尾崎真由美を、そして有刺鉄線のその上に、今度は完璧に決めましたね、今度は最後は決まりました。いやついについにやってのけました。最も嫌いな選手に毒斬りからの裏投げ、もう人生初物尽くし。はい、本当にでもここまでの試合で本当クソババアに対するムカつきだったりとか悔しさで自分のパワーの源になったっていうのはすごくあって。なるほどね。はい、何やってるんですか。ドレイヤーが始まってしまいましたね。仲間割りしてるんですか。仲間割りね、あの同士打ちがありましたからね。ついにやってのけました栗原愛美、あの厳しい状況下の中で見事勝利を奪ったわけであります。ついにやりました、栗原愛美激勝です。いつも本当にこれが最後でもいいと思うぐらいの気持ちでリングに上がってるんですけど、でもそうですね、なんかこういう絶対に外せない試合っていうのがプロレス人生の中でもいくつかあって、それが田村さんとのシングルだったりとかもしたんですけど、今日の尾崎との試合ももう絶対に後がないっていう、そういう試合でした。本当にもう夜も眠れないぐらいムカついて本当しょうがなかったんですけど、でもそれがあったから全て尾崎に対するこのムカつきだったりとか悔しさが私の糧になったっていうのもあるんで、まあ全く感謝はしてないですけど、尾崎への気持ちが自分のパワーになったのは間違いないです。